はいレオンンチャネルです1000%さんの友達のサウザーを入手しましたので開けていきましょうこれはタカラトミーから発売された1回300円のガシャポンで2020年1月発売なんだけど昨日の01で実は1000%さんには AI の犬型の友達がいたっていう設定が明かされて完全に見た目が i v だったんだけど一応秘伝性秘伝インテリジェンスが作った商品だったようですね 実際には現行モデルの相棒じゃなくて、旧モデル、初期モデルっていうのかな昔のメカメカしいカクカクだったやつとお友達で、それが愛ちゃんによって最新型にアップデートされたと。これこれこれが急にさ、ゼアが作って、アマツ社長の手に渡ったやつですよ。 っていうか、なんでこんなに速攻で入手できたかっていうと、昨日の放送後に、タカラトミーさんの講師ツイッターが実はこういう商品があるので、動くフィギュア的なおもちゃと、 組み合わせてはいかがでしょうみたいなツイートをしてて、そこからすぐ Amazon でポチりました。で、ラインナップとしては通常弾が4種で、僕、相棒の直立状態とお手と、見て見て上手でしょうという上半身を上げてる状態と寝てる状態。あとはシークレットっていうのはここに限定カラーって書いてあって、2019年の限定カラーバージョンのガシャポン版ミニ版みたいですね。 ただその色がすごくサウザーっぽくって欲しかったんだけど、さすがに高かった。ちなみに2020年もキャラメルカラーっていうのが限定版で出てるみたいで、今なら買えるかもと思って見たら、 結構、本体が20万で、ネットをつなげる基本契約が3年で9万円で、そこからさらにリミッター解除みたいな、全機能解放みたいなやつがあって、それが1年1万5千円で、まあ、3年って考えると約5万円なので、全部で35万円ぐらいかかることを考えると、ちょっと、お高いなと思って、とりあえず、ガシャポンにしました。あ、かわいいこれでもアーツとさ、これ RTF だけど、アーツとちょうどサイズ、 組み合わせられる気がするんだよね。4種類になりますので、このような、ノーマル4種。なんか、サンプル画像だと、可動しそうな成功さ。まあ実際見ても、可動しそうな感じに見えますが、実際は、ちょっと倒れやすい。実際はポーズ固定で、ただ細かくパーツ分割はされてますので、 もう動きそうな、本当にゼロワン劇中で登場した、サウザーそのまんまじゃないほら、めっちゃ可愛いんだけど、めっちゃ可愛いんだけど。しかもさ、あの、ズサーでイズみたいなスライディングもしてて、要は、サウザーのイズポジションが、サウザー、この犬型サウザーってわけですよね。 ちなみに最新話の並びのようにアルトとアマツガイとサウザーね、このように3体並べるといい感じじゃんさすがに本編だともうちょっとスケール感はサウザー小さめでしたが。 でも RTF だといい感じに存在感が出て、これ良くないなので今回のなかなかの感動ストーリーで甘つがいを見直したっていう人も、ていうかもう1000%さんもね、いろいろ大変だったんだなみたいな。いろいろお父さんの絡みとかがあって、歪んだ性格になっちゃうんだ,んだなってことを考えると見直した人も多いと思いますので、そういう人にはこれ <laughs> 今いいんじゃない ?RTF のこれ両方ともめちゃできいいからね。 では改めてそれぞれ細かく見ましょう。これがノーマルの僕相棒で一番スタンダードな立ち状態のやつですね。しかもクリアパーツじゃないか。クリアパーツじゃないのに目がキラキラ光ってるような処理がされてるわけですね。で、裏側にはこれは充電端子かな。で、尻尾があって稼働しそうなこの造形に見えますが ポーズは固定で、触り心地もちょっと軟質目で、めっちゃいい。むちゃくちゃ可愛い。そして次がお手で、これもいいっすね。だいぶさっきとはポーズが違って、関節が後ろ足特に曲がってる感じですが、同じように端子ちょっと見えたりとか、おー、これこそ、 ちょっと甘つがいに抱かれるサウザーみたいな。っていうか、あれだよね。あっという間に、アイちゃんの策略によって、サウザーも AI に懐獣されてしまいましたね。もともと、でも、秘伝インテリジェンスにこだわってた理由が、今回で判明したし、ザイヤを設立して、順風満帆なのに、あえて秘伝を買収したわけがよくわかりましたね。これ、すごいいい ササムムネネにしよう <laughs> これサムネだなただアーツとサイズ合わせるとあほらアーツの方がやっぱりより本編的なまあ本編だともうちょっと小型だったかなあでも RTF でも全然いいなどっちでもアーツでも RTF でもどっちでもいい感じでもこういうふうに要はアーツが届いたら組み合わせることができるわけね さらに、見て見て上手でしょうは、お尻をこうペタンとやって前足を上げてる状態になりますので、こうじゃなくて、まあこうやって立たせることもできるんだけど、一応こうですね。で、ちょっと表情がより笑ってるようにも見えますし、肉球が見えてると。で、ここにプラス、ボーン型のおもちゃがありますので、これをグッと と加えるることでででそれで遊んでる風になりますね要はこういうのも、アイボを買うとついてくるってわけですよね。てか、アイボもいつの間にかだいぶモデルチェンジして、初代サウザーみたいなサイバーな造形もいいけど、より本物っぽく変化してるんだな。で、さらに、おやすみなさいで、これなんかもさ、ゼア、e、から登場したゼア、e、で作られた最新型サウザーみたいな、 風にもう見えますよねこの状態から起動みたいなそしてマツガイと久しぶりのご対面みたいな流れになるわけですね。でこういうのもあでもこんなふうにやったらサウザーがやられてしまったみたいなふ <laughs> うに見えちゃうからやっぱり一番いいのはお手あでもお手かなそうだねこれだともう普通に。 立ってる感じになるので、見て見て上手でしょうだと、今度やんちゃな感じになりますから、まあ、これで、ちょっとこう、お腹、お腹触るみたいなもんで言うけど、まあ、お手の状態で、フィギュアと組み合わせるのが一番違和感ないかな。でも、いやーみたいな <laughs> 感じにも見えますけど、ちょっと視線合わせたいんだけど難しいな。 なので、アーツとか RTF とちょうどいい感じに合わせられるサイズになってますので、一回300円のガシャポンとしてもそんなに小さくない感じでよくできてますね。プログライズキーとかと比べても、これくらいのサイズ感だもんね。ま、こうやって、あれか、サウザーだ。こんな感じでサウザーのプログライズキーと合わせて、一緒にディスプレイしておくのもありですね。 一気になんかワン,チャン付きみたいな雰囲 <laughs> 気にも見えますよね。いやこれはよくできてるななんかプログラスキーと一緒に置いといてなかなか映えるアイテムになっておりますので一応僕が買ったリンク下に貼っておきますけど普通には多分もう半年以上半年ぐらいか前のアイテムになりますのでガシャマシンガシャポンステーションにはあって。 足りなかったりだと思いますから気になった人はウェブでポチりましょう一応商品としてはアイボデスクトップフィギュア1個300円1回300円ですね以上宝富アーツから発売されているガシャポンアイボデスクトップフィギュアの紹介でした